岡本昭介1月9日から2004年11月1日は、日本の医学者。止血剤、イプシロン、アミノカプロン酸とトラネキサム酸、抗血栓薬、アルガトロバンの開発者として知られている。東京生まれ。22歳で結核のために亡くなった長兄の、病気を治す薬の研究の願いもあり、麻布中学卒業後、慶応義塾大学医学部へ進学。 医学の真理を極めることが第一で、応用は邪道と考える当時の風潮の中、学問の真理の探求を通じて治療法を研究すべく自由なテーマで研究のできる生理学教室を選ぶ。1941年6月、慶應義塾大学医学部を卒業10月より生理学教室助手として加藤源一、林隆史の指導のもと、神経、 筋生理学の研究に従事。1943年、東京大学医学部結成学教室の小形富雄の元に、内地留学、血液学の研究に従事。1944年5月、陸軍に招集され、北汽軍独立第38大隊に配属、同年9月に、東京の第7陸軍技術研究所に転属となり、研究に従事。この時、 シアン形式基のコリンエステラーゼ抑制作用を発見し、後の科学構造、作用相関に関する研究の基礎となった。1945年9月大学に戻り研究を再開、1947年4月に経大医学部の専任講師になる。その頃、林隆によって開設された財団法人林研究所と、 三菱火星研究所との共同研究が始まり、その責任者として、コープラス民剤の研究に従事。イプシロン、アミノカプロン酸とトランレキサム酸を開発、世界で初めてコープラス民療法を提唱し、その確立に成功。1959年に、神戸医科大学教授となり、コープラス民剤の研究を推進するとともに、コートロンビン剤の研究に着手。 世界初の合成コートロンビンザイアルガトロ版を開発。1980年に神戸大学を退官後、血栓止血研究神戸プロジェクトを設立、コートロンビンザイの臨床応用研究の推進、新しい作用規則を持つコープラスミンザイの開発に着手。2004年の成去時まで現役研究者であり続けた。コープラスミンザイの研究は1947年、 林研究所と三菱化成研究所との提携で始まった。いわゆる山岳共同の走りである。林県側から岡本昭介が、三菱側から長沢藤雄が企画、指導の責任を負った。長沢研究テーマを選択するにあたり、を岡本に要求した。そこで選ばれたのが、専用系酵素プラスミンの抑制物質、高プラスミン剤の研究であった。 1948年、自然アミノ酸の一つであるリジンが低濃度で、プラスミンを阻害することが発見され、このリジンの化学就職によりイプシロン、アミノカプロン酸が開発された。その高プラスミン作用は、リジンの約10倍強く、また安全性の高い物質であることが確認され、1954年に高プラスミン剤イプシロンとして第一製薬より販売された。 1956年、米国での特許取得のためさらなる臨床試験と動物実験が必要となり、経済医学部に12の臨床講座を含む200人の大プロジェクトチーム、アンチプラスミンプロジェクトが発足した。その結果が13編の英文の論文として発表され、米国政府の許可が原則的に得られただけでなく、国際的にも大きなプラスミンブームを引き起こすことになった。 1960年には、イプシロン、アミノカプロン酸よりもさらに10倍強い、コープラスミン作用を持つトラネキサム酸の開発に成功し、1965年、トランサミンとして販売され、現在も止血剤として、世界中で広く用いられている。コートロンビン剤の研究は、コープラスミン剤の研究に引き続き、神戸大学医学部教授となっていた、岡本昭介と、 三菱火星研究所との共同研究で開始された。1970年、トシルアルギニンメジルエステルが弱いながらも、コートロンビン作用を持つことから出発し、このための化学就職により805番目にアルガトロバンが発見された。1980年頃から臨床試験に入り、1990年に日本で慢性動脈閉塞症の治療薬として承認され、 ついで1996年には脳血栓症にも適用が認められた。2000年には米国の FDA からヘパリンの重大な副作用であるヘパリン菌性血小板減少症の予防、治療薬として承認された。現在では日本のみならず北米、ヨーロッパなどで血栓症やヒットの治療薬として用いられている。1947年。 慶応義塾大学医学部生理学教室に勤務していた岡本歌子と結婚。大学で初めての職場結婚であり、結婚後も同じ研究室での勤務は教室外ではかなり問題となったようだが、教室内での圧倒的な支持があり、夫婦で高プラス民剤の研究が進められた。子供は麻酔科医の娘が一人、孫は二人いる。ありがとうございます。